この動画には、以下の要素が含まれます。それでもいいという方はこの先にどうぞ。環状線に乗ります。今ある神級の路線の中で最後の紹介です。こんにちは、K です。早速神崎環状線に乗っていきます。内回りに乗って一周します。たったの4駅ですが。次は星野2です。はここでかなり精神が持っていかれるらしいです。もうすぐ星島、元井神崎新都心に到着です。ここを出ると神崎湾海だね。やはり神崎ウィングホテルはでかいっすね。神崎湾海岸に到着です。次は一周して神崎です。路面電車並みに走行距離が短めです。駅は他の駅とはかなり違う構造になっています。吹き抜けのような感じです。ちなみに不正乗車しました。正面には入り口があります。名前からしてかっこいいですよね。このビルの4階です。ここじゃねー。ここがロビー。創作系です。このホテルができた理由は、カリバオカミ政府の施設ができたことにより国として新たなスタートを切りました。外国要人が来るのを想定し作られたようです。僕たち一般人も泊まれますよ。この部屋です。ソファがサンスもあるよ。雨だから景色はあまり良くないですね。ダブルベッドが2つもある。コンビニ行ってパンを買いました。すっげー風邪。絶望な硬さでした。寝ましょう。おやすみなさい。おはようございます。朝ごはんはいいのでチェックアウトしましょう。Bye.
極点です。はい、1階です。神崎新都心の改札前で終わります。何かがあるわけじゃないんだけどね。階段だよな。ハーフブロックのように見えるんだけど、すげえ。で終わります。チャンネル登録高評価よろしゅうおなしゃす。じゃあ、あれー。